月は南アルプス市営バスをご利用くださいましてありがとうございます。このバスは広川原発北沢峠行きです。終点北沢峠までの所要時間はおよそ25分の予定です。バスは安全運転に12分の配慮を持って運行されていますが、道路状況、運行事情などにより急ブレーキ、急ハンドルを使用することがありますので十分ご注意ください。なお、この辺り一帯は南アルプス国立公園地内です。高山植物などを大切にし、ゴミ、空き缶などは必ず持ち帰り、来た時よりも美しくを合言葉に、自然保護にご協力ください。左手は富士山に次ぐ我が国第二の高峰、標高3193メートルの北岳です。この北岳と第四の高峰愛の岳、それに大鳥岳の3つの山を知らぬ三山と呼び、その大きな山容と素晴らしい景観、それにバスの豪快な岩壁は登山者の憧れの的となっています。また頂上付近に自生する北岳荘は世界でここでしか見ることのできない奇妙な花で、6月中旬から7月初旬にかけて白い可憐な花を告げます。
300メートルを超える不老の滝です。宇佐岳の豊かな水を集めて一年中枯れることのない南アルプスで最大の落差を持っている滝です。左手奥は標高3033メートルの天井ヶ岳です。高山植物が豊富で、その大きく緩やかな山稜から南アルプスの女王と呼ばれています。山腹にはやぶさま、古戦場、大戦場の3つの典型的なカール地形があり、地球の歴史を研究する上でも貴重な山です。流れるのがノロ川で、途中流れを180度変え、その名を早川寿司、身延町で藤川と合流し、源流から藤川まで長さ61キロあります。山岳渓流の上流には南アルプス特有の大和イワナが生息し、下流に行くに従って日光イワナの生息割合が増え、下流には山梨県や東京電力が電源開発に取り組み、いくつもの発電所があります。
両股小屋を経由して北岳への登山口となっております。降りの方はブザーでお知らせください。
谷の人々は西の木曽駒ヶ岳に対して東駒ヶ岳と呼んでいます。右肩に馬に視点を従え、夏でも雪と見間違えるほど白く美しい花崗岩の豪快な山容と見事な渓谷は、古くから多くの人々に名山として称えられ、地下に歌われ山の團十郎と表し、日本の山の代表として絶賛されています。南アルプスの山々には、日本猿、月のわずか、本土鹿、イワヒバリ、ホシガラスなどたくさんの野生動物や鳥たちが住んでいます。中でも特別天然記念物である日本カオシカやライチョウは希少種ですが、絶滅が心配されています。この辺りでは日本カオシカの姿をよく見かけます。